アメリカの複数のメディアは27日中東の過激派組織イスラム国の指導者バグダディ容疑者がアメリカ軍の特殊作戦により死亡したと報じましたニューズウィークがアメリカ軍当局者の話として伝えたところによりますとアメリカ軍がシリア北西部で行った特殊作戦によってバグダディ容疑者が死亡した可能性が高いと国防総省がホワイトハウスに報告したということです ただ最終確認には DNA 鑑定が必要だとしていますこれに先立ちトランプ大統領は Twitter で非常に大きな出来事が今あったと投稿していて日本時間の今夜10時に重要な声明を発表する予定です